剣で受けちゃダメだ。でも逃げてるだけじゃダメ。そうだな、補助魔法をかける。攻撃に転じるぞ。個体名、師匠が補助魔法を使用。個体名、フランの腕力値と臨床値が一時的に上昇します。ほう、剣術のレベルが高い。だがぬるい。傷が治ってく。どんどん行くぞ。私は冒険者になる。何、暇魔術だと。魔法は俺の担当だ。暇術ドライエクスプロージョン。嘘、2連勝で連続魔法。しかも今のかなり高位の暇術。決める。剣技ドラゴンコング。魔法を連続発動させながら大技の剣技のためを作ったの。こんなの脳みそが2つないと無理よ。高ランクの冒険者でも見たことないわ。合格？合格みたいです。